これは作らなきゃ損するレベルの超簡単激うまレシピ。玉ねぎの辛み抜き、もう水にさらしません。これが食べたくてお刺身を買いに行きたくなりますよ。では作っていきましょう。玉ねぎ1/2個はみじん切りにしていきます。まあまあ細かめのみじん切りにします。で、新玉ねぎだったらこのままでもいいんだけども、辛みのある玉ねぎの場合は水にさらしてキュッとね絞ってもいいんですが、今日はちょっとレンジでね辛みを抜いていきたいと思います。耐熱容器に玉ねぎを入れます。そしてこれを600ワットで40秒ぐらいね加熱したいと思います。ラップはしません。はい、40秒ね加熱しました。ちょっと温まってますが、生のシャキシャキ感は残ってます。辛みは随分消えてます。これ便利ですよ。玉ねぎによって辛みは違うので、40秒から1分ぐらいでいいと思います。そしてそこに柚子胡椒をねもう好みで入れます。私はちょっと多めが好きです。そしてオリーブオイルを大さじ2、1、2、そしてお醤油を大さじ1とちょっと、大さじ1強ですね。調味料とかね使う素材によって味変わってきますので、最後はね味見をしていただければいいと思います。混ぜます。はい、たったこんだけで最高のマリネ液の完成です。もうねあんまりごちゃごちゃした調味料はいらないんです。ここにお刺身が加われば旨味の掛け算が生まれます。柚子胡椒に塩気があるので、お醤油は最初は大さじ1ちょい、最後に味見をして足りなければ少し加えてください。味見大事。うん、おいしい。ここで粗熱を取るために冷蔵庫で30分、もしくはね冷凍庫で10分ぐらい冷やします。はい、10分ね冷凍して冷やしました。冷たくなったら大丈夫です。他のことやってる間にねすぐ冷えますからね。こちらは前日の夕飯の残りのサーモンとブリのお刺身です。お刺身は好きなものを使って大丈夫です。はい、そしてお刺身をボウルに入れます。何種類かね混ぜちゃって全然大丈夫です。はい、そして冷やしておいた先ほどのねマリネ液をかけます。タコとかでも美味しいし、もちろんイカでも美味しいし、そしてあえてこのままさらにね冷蔵庫でねまあ30分ぐらいね冷やしておきます。美味しそう。余談ですが、このまな板シート、これって1回で捨ててますか？私は結局何度も洗って使ってます。皆様どうしてますか？はい、30分経ちました。しっかりね冷やしてください。この動画を見てくださった方はとてもラッキーです。心の底からおすすめします。柚子胡椒って天才。柚子胡椒もねまたね美味しいやつを使うとね全然違うんですよね。いろいろお好みの柚子胡椒をね探してみてくださいね。私は物産館とかでね出来たてのものをねまとめ買いして冷凍保存してます。自分で作るのもいいですよね。今年は少し多めに作って冷凍しよう。これが食べたいから。ちなみに私はずっとこの丸島さんのお醤油を使ってます。もうずっと使ってる。ご参考までに概要欄にリンクを貼っておきますね。もうこのレシピ完成してから5回ぐらい作ってます。ほんとねやめられない美味しさなんです。お刺身はね今日はねブリとサーモンを使ってますが、タコとかタイとかアジとか何にでも合います。何種類かね混ぜるのがね結構おすすめですよ。動画を編集しながら今日も作ろうと決めました。上からね青ネギや大葉なんかをね乗っけてもいいですね。玉ねぎを水にさらさないのは楽だし、レンチンしてもシャキシャキ感はしっかり残るんです。そしてオリーブオイルとお醤油と柚子胡椒、もうこれだけでなんでこんなに美味しいのってぐらい絶品なんです。ちょっとね大葉も乗せてみました。ちょっとつまんでみます。油の乗ったサーモンにも合います。いただきます。本当にこれたまらない。騙されたと思って一回作ってみてください。柚子胡椒必須。大葉も乗せて食べてみました。しそも合うけど、お刺身が新鮮だったらもう玉ねぎだけで十分。
まあでも小ネギとか散らしても彩りはいいですね。とはいえ私は玉ねぎだけの方が好きです。だってオリーブオイルと醤油と柚子胡椒だけですよ。最高。ちょっといい調味料をね使うとぐっと美味しくなります。やはりね、シンプルな料理ほど調味料の力って大きいですね。オリーブオイルはエクストラバージンオリーブオイルを使ってます。ごま油でも美味しいと思います。ちょっとおかわりしよう。絶対作って。翌日ぐらいまでは美味しくいただけます。このマリネ液はドレッシングとして使っても美味しいですよ。トマトとかに合います。ちなみに今回使ったサーモンとブリはコストコで買いました。このブリの切り身は生で食べれるのでおすすめです。こちらのチャンネルは野菜たっぷりで健康的な簡単レシピがたくさんあります。ぜひチャンネル登録していろいろ見てくださいね。